ンレッツエンジョージアバーカーさあ今日も撮っていきたいと思いますねえー、っとちょっと待ってくださいね文字を変えないとなえー、今日はですねリクエスト動画とえー、暗算に暗算練習に特化した うーん学習方法、方法についてでいきましょう。はい、えー、こんなリクエストをいただきました。動画投稿お疲れ様ですと、えー、質問させてください。そろばんには、えー、両落とし、肩落とし、えー、戻し算、証張、い、えー、取りなどなど、さまざまな方法があると思いますと、たくさんありすぎて頭がパンクしてしまいそうですと。 えー、暗算ができるようになることを目的に、えー、そろばんを始めたので、暗算に特化したそろばんの掛け算割り算、少、えー、数の計算の方法をまとめて教えていただきたいですというお話ですね。えー、確かにいろんな、えー、小難しい名前、計算方法がありますよね。で、じゃあまずちょっと掛け算から言ってみたいんですけど、掛け算、この、 えー、両落とし、片落とし、えー。まずこれはどういうことかというとですね。よいしょ。ちょっとイラストでいこうかな。今回は。えー、っと、どうでしょう。見えますかこんな感じで。よいしょ、えー。ここが定位点だとしましょうと。で、一二三四こんな感じで。 こんな感じで、えー、ソロそろばんがありますと。で、えー、例えば2桁かける2桁、26かける83ぐらい言っおきますか。26かける83ですと、26かける83ですと、えぇ、ー、2桁26が2桁、83も2桁ですからね。えぇ、ー、まあ片落としから行きましょうか。えぇ、ー、まあどっち置いてもいいんですけどね、掛け算の場合は。 えー、ゴリ先生の場合はこの 26×83、えー、右か向かって、えー、左側かを、えー、置かせますですからここからよいしょよいしょ26を置いて、えー、問題を置いたら指はすぐ、えー、すぐ右だよなんて言って、えー、で六かける 8、6×3,6×18,6×3,18。で、8を消して、2×16,2×3 が 6, 6。なんていう風にやらせる。で、片方、片落とし。片方しか、六八十3は落としてるわけですよね。83はそろばんに入れてないので、片落としと。じゃあ、えー、それ、これが片落としということは、じゃあ、両落としというのはですね、両方ともそろばんに入れないと。 えー、いう感じですね。いきなり、えー、答えだけ262桁、えー、832桁、2たす2だから4桁目、4桁目から、えー、答えを入れていきますよ。まあ、どっちから書き取ってもいいですけどね。ゴ、えーリ先生は桁数が一緒の場合は右から左にかけさせます。先頭から。8、2、16、8、6、7、8、20、8、2、3、が6、サボ6、18、2、1、5、8か。こんな感じで、えー、さっと計算するのが両落としという感じになりますよね。で、 えー、結論から言うとですね、えー、っと文明の中で暗算ができるようになることを目的にそろばんを始めたので、暗算に特化したそろばんの掛け算。ということは、えーっと、ゴリ先生であればですね、両年、えー、両,年両方とも、えー、問題を置かず、あくまでそろばんの練習の時からも、 両落としで、えー、答えだけを直入力させていくと、えー、8 2 1 6 8 6 2 0 8八にして、えー、32が62140、サブ6十8 2 1 5 8と、えー、これをですね、まあ、そろばんには、要は答えだけを入れさせるという両落としのやり方をやらせます。えー、これに関してはですね、えー、選手に育てようと思う生徒、ゴリ先生の場合はですね、えー、ああ、この子、えー、将来的には大会出したいな、 というコニングはですね、もうあらかじめ片落としではなくてですね、えー、両落としで、え、救急から、え、救急、救急からもう両落としで教えさせて、要は暗算力が勝負になってきますので、そうやってこう暗算力を伸ばさせようというふうにゴリ先生はしますかね。あのー、 もうほぼ、そろばんの練習で両年っていうと、半分はもう、暗算みたいな、暗算の練習みたいなもんですからね。えー、そんな感じでやらせます。ただ、まあ、いろんな、えー、先生のですね、えー、意図がありますからね。えー、片落としでやらせる、えー、意図というのもあるでしょうしね。えー、ただ、今回のリクエスト動画のようにですね、えー、暗算、暗算を伸ばしていきたいんだよという方にはですね、えー、影さん、えー、まあ、鼻から、 えー、両都市で練習していくのが、ゴリ先生はいいのかなというふうに思って、えー、今回は動画を作らさせていただきました。まあ次回ちょっと、えー、割り算の話ができればなというふうに思っております。はい、えー、それではまたご覧ください。よろしくお願いします。バイバイ。